大輔さん、ん、頭ボッサボサやん。誰が野人や言ってないじゃんそんなこと。言ってないか自分で突っ込みなさんないやさ、うん、この間ほらなんかやったじゃん、妻に伝えないといけないことがあるみたいな動画で、あの動画で髪の毛切るって伝えた左側やばい、左側、誰が左側野人やなんて、なんて言ったけどさ、はい、切ってないんだよね。まあそうね、なんか髪型決まんなくて、うん、この年になってくると難しいんだよ。34歳ってもう初期おじさんじゃん、うん、おっさんになったし、どんな髪型がいいかなって悩んでらっしゃる悩んでらっしゃる。その結果がこれ余計あかんやろ中本夫婦史上一番ボサボサな状況今まあ今ちょっと私も人のこと言えんのやけどさ。そうだよね、野人誰が野人や妻に野人とか言うなしでもね、でも聞いて、やっと予約取ったから、うん、ちょっと髪切ってくるから今から、お死ぬほどイケメンになってあなたを お迎えしてデートに連れていくちょっと今の感じやだな。かっこよくなってね、君をお迎えしてあのなんだっけ、デートに行こう、ね、全然ダメじゃん。だからご飯もポロポロこぼすしさじゃあちょっと行ってくるからはい、行ってらっしゃい大丈夫かな。バイ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 。ああ、大輔さんのロン毛が見納めだな。あ、保険く見とく。おっさぼさよ、今。似合ってたけど、でもすっきりしたらしたらいいんだろうな。あ、ちょっとダメだ、野獣だ、今やっぱ。行った方がね、絶対いい。じゃあ、かっこよくなって帰ってくる予定なので。楽しみにしてる。はい、では、行ってきます。気をつけてね。遅刻しそうだからって飛ばしすぎて事故らないように。任せてよ。じゃあね。行ってらっしゃい。やったね。楽しみに待っとこうね、ロクちゃん。どこ見てんの？びっくりしました。あれかな？名前も出てたので、はい、はいはい。なんか。ぽいなっていう、似たような人いらっしゃるのかなと今日ね、ちょっと髪の毛を短くバッサリいきたいなと思って。はい、いいんですよ。もうこの年になってくるとやりたい髪型ってほとんどやり尽くしちゃってるから、まあ、今回はもうシンプルに短くしてもらいました。久しぶりに短くなったな。ちょっとじゃあこれセットして後ろでうるさく動いてる人がいるなということで、今家に帰って玄関にいるんだけど、めちゃくちゃさっぱりしたんじゃないね。爽やかな感じになって、これで妻がなんて思うかだね。久しぶりに見たな、こんなに髪短い自分。いいね。よし、じゃあちょっとお家に入ろうかな。あ、ただいまー。おかえり。やっほー。やっほー。ご飯食ってたん？どう？あら。めっちゃ短くなったやろ。爽やか。なんか若返ったね。ありがとう。いいじゃん。いい？いい感じ。こんな感じ。ちょっとくるっと回って、くるっと回って。で、くるっと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 な。かなり短いよね。うん、こんな感じ。一応中フェードカットにしてある。いいじゃん。センター分けにもできるし、オールバックでフェードにもできるしっていう感じでオーダーした。違う人みたい。あ、いいじゃん。いい感じよ。いいね。なんかすごい爽やかになったね。夏っぽい。なんかこの青が似合う。似合う。300円な。ちょっとお出かけしたい気持ち満載になっちゃったから、うん、出かけようぜ。だろうと思って準備満タンなの。ほんとね。ロック？ロックも準備満タンなの？ロックは違うでしょ。ロックちゃん、あさり。それ伏せだけどな。伏せだけど。ちょっと今からせっかくデートだからセットアップにも着替えて、どうかな、この感じ。かなり変わったね。あ、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いい。あの、陶芸家じゃなくなった。前までセットアップ来たら陶芸家って感じだったよ。こんな感じ、爽やかでいいんじゃないか。
いいよ。よかった。なんか本当に全然人変わったみたいに。本当ね。さっぱり爽やか。イエーイ。気持ちいいだろ、外。気持ちいい。ちょっと首振って。もう一回。今日ね、行こうとしてるところ、俺一人で行ってるんだ。ちゃんまりはまだ連れて行ったことないけど、海の見える中華そば屋、はいはいはい、もうスープがなくなるっていう3時前なのに。まだあ、マジで。今年は海もいっぱい行きたいね。行きたい。そのために痩せてるようなもんだからね。私も今年はバキバキの腹筋で行きますから、ね、早くビキニ選びたいねんし。あ、ちょっと後で見てもらっていい？いいよ。いろいろね、ピックアップしてんねん私。大丈夫、エロい目線でしか選ばないから。エロい目線で普通さ、あれじゃない、あんま露出すると嫌がらん、旦那さんって奥さんが。あ、そんなに出しちゃちょっとダメよ、みんな見るじゃんみたいな。もったいないね。あら、だってせっかく体綺麗に作ってさ、見せれる体してるから、まあ、存分に見せて、うわ、羨ましいと思われたい。そういうこと。あんな妻いいなって。そうなるほどね。その方が楽しいじゃん。どうせいつか俺たちもヨボヨボのおじいおばあになるんだよ。え、じゃあいいの、そのビーチのさ、男どもにエロい目で私が見られてもさ、うん、いいの。まあいいよね。いいんだ。ちょっと嫉妬含み、うん、いいよね。まあ、なんかその性癖暴露するのやめてもらっていい？人の目線なんか気にしてたらさ、どうせ4日後には忘れてるって。バインバインのさ、スタイルいい巨乳の人とかおったら4日で忘れる、それ。そうさ、だって家に帰ったらまた仕事の日々が始まるんだ。切ない。クライアントにもバレ。おっぱい揉んでる場合じゃねえと。じゃあ後でちゃんと水着選んでな。いいよ、待ってて。エロい目線以外にも見てな。エロい目線と可愛い目線と似合う目線で選ぶ。あ、エロいのが一番最初だ。鳥のさえずりが最高だね。気持ちいいね。うん、いいね、いいね。よいしょ。はい、こんにちは。2名大丈夫ですか？電話されました？あ、そうですね、はい、さっき電話して、すいません。あと、あの以前ちょっと YouTube 撮影させてもらって、ね、はい、すいません、どうもその説はありがとうございました。ありがとうございます。はい。いいでしょう。めちゃくちゃいいでしょう。ここ連れてきたかったんだよ。そう。あ、ちょっと干潮だね、今はね。あ、そうですね。干潮だから、まあ、あの、満潮時の、ドローン映像差し込んどこうかな。そうしよう。この間俺が一人で来た時のな。ところでちゃんまりもそろそろ髪切らないといけないんじゃない？そうなのよ。どうしようかなってさ。うん。まあ今スポーツもやってるしな、格闘技やってるから。そう。髪型もちょっと長くしすぎるのもうざいだろうしな。便利なんだよね、ここ刈られてると。ああ、そうだよね。また近々ちょっとね、試合とかも考えてるから、またそれもみんなに報告できるといいね。あ、そうだね。近々ね。そろそろ多分ちゃんと申し込み終わって対戦相手も決まる頃だと思うから。おお。またリングの上に立つのか。立つよ。こんな可愛いのに。もう戦ってばっかりやな私。本当だよ。隣の人もびっくりしてて、あのお隣さんの旦那さんも。ああ。あの人すごいよって言ってた。あの人すごいよ、普通できないよあんなこと言ってた。そう、今日美容室でも褒められてね。あ、そうなの。うん、あの奥さんがね、また本当優秀でいいですよねって言われて。あら。え、変って思った。大輔さんがね、こんなやってるからさ、いろんなこと頑張って、私も頑張っとらんとさ、うん、優秀同士で行こう。いえ。いえ。ポン。やば、うわ、赤っ。もうやばそう。びっくりした。
よっ。あ、いいね。あ、いいね、いいね。涼しいな、今日。暑いけど涼しい。これ、持って帰りにしちゃい。あ、見ていいの？いいよ。え？え、何この中途半端なものたち。何これ。綺麗な貝殻ですらないっていう。特に意味はない。でしょうよ。適当に拾ったら大体こんな感じでしょ、これ。大体適当に拾ったらこうなるて。大体適当に拾ったセットや、それが。じゃあ帰りますか。はい、バイバイして。バイバーイ。